いやー久保さん。政治情報結構グイグイ言ってるんじゃないですか。この税金が思ってる理由も、億万長者シリーズではちょっと再生伸びてますよ。76回で。どうですか久保さん。だいたい億万長者シリーズって、あ,あの、少なくないですかだいたい2、30回ですよね。億万長者シリーズ平均。うん。なんかこれ6時間、六時間で74六回回ってるんで。 うん。いいっすね。政治、政治の、税金とか政治、いいんじゃないですか。税金とか政治を、やっぱね、久保さんはね、風格があるんで、その、なんか風格あるじゃないですか。だから、なんか、あの、日本の税とか、あの、政治に切り込んでいく情報発信に特化すればいいんじゃないですかね。<laughs> 結構、そしたら、あの、 あれじゃないですか。仮想通貨バブルと同じようにちょっとプチバブルできるんじゃないですか。うん、僕はちょっと政治の話はあんまちょっと切り込めないんで。うん。これいいじゃないですか。素晴らしい。うん。もう政治、政治でいいんじゃないですか。政治、税金とか、うん。ここあたりいいんじゃないですかね。 でも、すごいいいっすよね。ほんと、情報発信本ほんと僕いいと思うんですけど、別に政治家にならなくてもね、議員にならなくても、いくらでもその情報発信して、すいません、アクセス集められるっていうね。しかも費用ゼロっていうね。一番僕ね、あの、あれですよね、いい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 、なと思いますね。うーん、だから政治家の人すげえ大変じゃないですか。 だ山本太郎さんの僕の好きなセリフがね、なんかその矢地入って、久保さんも多分知ってると思うんですけど、山本太郎さんの僕はすごい、す,すごい好きな切り返しがあって、その矢地があってね、お前らがうわー,わーって言われた時にね、ね、うん、こんなバカなことやんないっすよ、と。な、何を好き、何をね、持ってね、こんなね、矢地も言われながらね、なんかみんなの前で喋ってね、 誰がやるんですかと。僕、昔芸能人やってた時、もっと普通に稼いでてましたと。<laughs> 1億円、多い時1億円。まあちょっとね、うろ覚えなんで、一個一個合ってないかもしれないですけど、ね、その、芸、芸、芸人、あの、役者で作業は稼いでたと。なんで人前に出てこんなね、一生懸命話してね、これや、やってるのかと。まあそれはこういう思いがあるんですと。普通に考えたら、バカですよと。こんなやってるのね。うん こんなねえ、なんか、ねえ、あれですよ、みたいな。まあ、ちょっと一個一個は忘れましたけど、結構そのいい切り返しなんですよ。バカなんですよ、と。バカじゃないとや、やってらんないですよ、こんな仕事を見たいな <laughs> でも、変えたいんです、みたいなね。そう。でも、そ,そういう風に言われると、まあ、確かになってなりますやん。だってね、あの、み、みんなから言われるわけじゃないですか、あだこうだって <laughs>。しかも全国回ってね。 そう大変ですよねで。大変な思いして、大変な思いして、やじ言われるっていうね。人前に立ってね。そう。あの、政治のお仕事って本当大変ですよね。やっぱ、ね、まあ一部の人は、まあ、なんだ、美味しい汁吸ってるけども、一部の人はやっぱ頑張ってるんで、うん。まあ応援はしたいですよね。やっぱ頑張ってる人には。うん。 だからさ、そのなんだろうな。その街頭に立ってね、そのこう喋るっていうのは大変ですよ。それだけでもね。うん。そう。はい。いってらっしゃい。